物音を立てずに動こう。慎重に進もう。忍耐だ。なら違う系の。いい酒だ。おとりは設置した。なんだ。これには刀を休ませておこう。一杯井戸だ、友よ。身を低くした方がよかろう。任務のためだ。向かっている。優雅な解決法ね。簡単に隠れられる。ヤブ様がお前の首を。ヒソファンなるヘアピンね。計画実行中。拙者では届かない。上様のために。敵の視野に入らないように。移動中よ。京都に着かねばならぬ。気づかれないように。しっかり見張る人って。血も出ない。今日のと隠れていよう。いきなり襲われたんだ。なら違う経路にしようと。分かってるんだ。これには誰も抵抗できまい。失敗はす、少し休めるか。幕開けね。準備はできておる。そこにいよう。向かっている。そこにいよう。何事も優勝の始まりね。終わらせてみせるわ。共に戦うから強くなれる。大将。慎重に進もう。任務の見られないようにするのよ。計画実行中。まいったな。気づかれないままね。幕開けね。とっかかんざしよ。一滴の血終わらせてみせるわ。潜入してきます。私がいない間、すみません、おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょう。最も優雅な小道具、優雅な解決法ね。密かに単なる部屋で敵の視野に入らないように。ショーの始まりね。移動中よ。すみません。ごめんなさい。お手伝いできません。かんざしよ。気づかれない。
敵の視野に入らないように。この女を思う人がいるようね。その服、私にちょうど良さそうね。密かに。気づかれないままね。優雅な特別な粉よ。計画実行中。しっかり見張る人たちようね。簡単に隠れられるわ。幕開けね。特別な粉よ。終わらせてみせるわ。あの獲物は傷つけないように。優雅な解決法。命を奪う必要はないわ。ゆっくり眠って、これで十分ね。着替えてしまえば見張りは私に気づかない。忍耐あるのみだ、上様のために。忍耐だ。目立たないようにしましょう。仲間なんて久しぶりだわ。鐘を鳴らしに行かないと。僧が祈りに行ってしまえば無限様が来られる。私の言葉が彼らの目を引くわ。荷車、馬車、武器、なんて物騒な場所なの。今は優位に立っているわ。何重もの壁、門の守り。ここはかつて戦場に使われたのね。武器を作っていても不思議ではないわ。金だわ。いつもと違う時間なのに気づかなければいいけれど。気づかれない。道は開いたわ。入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう。抜け穴ね。これは寺の別の場所へとつながるのかしら。面白そうね。移動中よ。墓地ね。お寺の前の住舎のだわ。こういう場所って落ち着くわね。かんざし優雅だし。密かに。幕開けね。見張りの数が僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。そうだ、これも。単なるヘアピンね。一滴の血。計画実行中。そして朝の雪。終わらせてみせるわ。敵の視野に入らないように簡単に。優雅な死。気づかれないままね。幕開けね。表現力には自信があるの。ショーの恥、ごめんね。油断してはならぬ。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。失敗はせぬ。知らなかったわ。物音を立てずに動こう。寺に入ったぞ。状況はいかがです、愛子殿。いろいろ隠されたものがあるわ。
過去にいろいろありそうね。記録がないか探してみましょう。無限様らしいこと。けれど今は先にすべきことがあるわ。あら、そうなの。隠れていよう。もう一つ聞いて。任務のためだ。向かっている。今日は血を流す必要はない。慎重に進もう。もっと聞かせてよ。何かご用でも。上様のために。もう一つ質問いいかしら。物音を立てずに動こう。隠れていよう。失敗はせぬ。いつでも準備はできているわよ。ありがとう。さよなら。敵の視野に入らないように。もうおしまい。終わらせてみせるわ。ねえ、あなた。栄光が待っておるぞ。質問がある。この岩は役に立ちそうだ。警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう。興味深い戦略ですこと。ぜひとも詳しくお聞きしたいわ。身近にな。刀を使うとしよう。忍耐だ。そういえば。そこにいよう。俺は忙しいんだ。柔らかいお辞儀。バンザシよ。静かな意思表示ね。時間は無駄にしないわ。単なる何。ハヤト殿にも劣らぬ腕前だ。仲間の忍びのこと、お知り合いになれるのが楽しみだわ。ひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやもしれぬな。伊賀の忍び、シナノのくのいち、いいやりとりができそうね。静けさが私たちの味方よ。今日ごめんなさい。ああ、これが良い。質問いいかしら。物音を立てずに動こう。もっと聞かせてよ。滝だ。タクマ殿が近くにいるはずだ。大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。かの方に礼を言える機会が訪れるとは。助け出したら二人でお礼をしましょう。なんだ、俺は忙しいんだ。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろうことなんだ。ええ、それで。あら、そうなの。何事だ。おとりは設置した。一杯どうだ、友よ。知らなかったわ。そこにいよう。一撃。隠れて。任務のために死んでもらう。もう一つ質問いいかしら。これには誰も抵抗できまい。大と小。慎重に進もう。知らなかったわ。向かっている。俺は忙しいんだ。用心深くね。もう一つ質問。簡単に隠れられるわ。何事だ。ありがとう。計画実行中。優雅な解決法。我が命。
上様に捧げようぞ。失敗はせぬ。上様のおとりだ。もったいないな。任務のためだ。柔らかい文字、静かな意思表示で。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。かんざしよ。幕開け。一滴の血。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。今は優位に立っている。拙者の役目は明確だ。忍耐こそ最強の武器である。失敗はせぬ。いつでも準備はできている。侍がこの辺りを見張っている。侍ならこの変装も通用しない。距離を取るわ。お主の助言に従うとしよう。拙者のとっくり、おとりは設置した。一杯どうだ、友よ。いただくとするか。上様のために。向かっている。何事も勇気。顔を求めになられる。じゃろうな。終わらせてみせる。気づかれないまま。単なるヘアピンね。移動中よ。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう、おそらくな。ショーの始まりね。簡単に隠れられるわ。わかるのか。いい質問だね。木は熟した。慎重に進もう。バカにしているのか。上様のための刃だ。時間は無駄にしない。目立たないようにしましょう。ここに来るまでに鶴の像を見とらんか。なぜそのようなことを。古い場所じゃからな。古い秘密もある。地図に像の場所の印をつけておこう。調べればひょっとしたら何かあるかもしれん。遅いの。拓馬殿、その足のことは残念です。まあ